北白河宮義久新郎。北白河宮義久新郎。北白河宮義久新郎。校下4年2月16日。1847年4月1日。明治28年。1895年10月28日。は、日本の皇族。陸軍軍人。陽名は三宮。最後の林王寺宮。林の宇治宮として知られる。 ふしみの宮法課新郎の第九王子。聖母は堀内信子。幕末に活躍した山品宮明親王と国宮浅彦親王の弟で、人工天皇の勇士にもなっているため、公明天皇の義弟、明治天皇の義理の王子にあたる。嘉永元,元年、1848年8月3日、1歳で、正年院宮の不定となりなき人工天皇の勇士と、 され、開園5年、1852年に、家事門跡の府邸となる。安政5年、1858年10月22日に、新王宣言を受け、吉久の弓名を与えられ、翌月の11月23日には、林王寺宮寺生入道新納、有栖川の宮隆人新王の弟の府邸となり、兄の昭蓮院宮、孫悠入道新王。 後の国の宮朝彦神皇を開始として特度し、高原の法位味なを称する。慶応三年、1867年5月、江戸に下って、上野の寛永寺に入り、同月の寺生入道神皇の引退に伴って、寛永寺寛寿、日光林王寺門関を継承した。陰号は、神皇陰宮、歴代門主と同じく、林王寺宮と通称された。寺生入道神皇は、 天台雑であったが、雑職は、カジイモの小2入道親王が再継承している。慶応四年、明治元年、1868年1月に、母新戦争が始まりとは、伏見の戦いの後、林王寺宮は、前将軍、徳川吉信の依頼を受けて2月21日に、出発、3月7日に東西大総督、アリス川のみあたる人親王を、寸布城に、 う、新政府によ信の除名と統制中止の単案を行う。しかし、除名については条件を示されたものの統制中止は一周されたため6日後の13日に関英寺へ戻った。父や樽人新郎からは京都へ帰還を進められるも拒絶した。将棋隊が関英寺に立てこもった後の5月4日には樽人新郎が江戸城に招いているが、 この使いには病であると称して合わなかった。5月15日に上野戦争が発生したが、将棋隊の敗北により関英寺を脱出。25日に羽田沖に停泊していた江本武明率いる幕府海軍の手引きで長芸丸へ乗り込み東北に逃避、平方に到着した。東北では林王寺宮執刀閣王院議官ら側近と共に合図、米沢を経て、 仙台藩に身を寄せ、7月12日に白石城へ入り奥越列藩同盟の名手に擁立された。林王次宮自身も会計の地軸をすすぎ、即に物的超敵対自戦と発すと述べるなど、新政府軍に対して強い反感を持っていた。奥越列藩同盟側は林王次宮に対し、軍事的要素も含む同盟の総裁への就任を要請した。 しかし、林王寺軍は、軍則の官を除くことには同意し、政治面での名手にはなるが、出家のみであるために軍事面では指導できないとした。結局、6月16日に名手のみの就任に決着、7月12日には、白石城に入り列藩会議に出席した。以後降伏まで、白石城と天台州選択権を行き来していた。林王軍が戊辰戦争中の慶応4年に、 将棋隊に擁立された頃、または奥上津列藩同盟に迎えられた頃、東部皇帝あるいは東部天皇として皇位に衰退されたという説がある。上野戦争の頃から林王寺宮が天皇として擁立されるという噂は流れており、林王寺宮の江戸脱出に手を貸した江本武明も南北朝の昔のごときことをお務め申す者が、優の皇とも五道や遊ばすなと注している。 法学者であり、歴史関係の著書もある、辰川正次郎は、この際林王寺宮が同盟の天皇として衰退された可能性があると指摘し、その後、武者の皇治上、鎌田栄吉と続いた。また遠藤慎之助、掛川広正らも追随している。藤井徳幸はこの説をさらに進め、当時の日本を、アメリカ講師は本国に対して、今、日本には二人の帝がいる。 現在、北方政権の方が優勢である。と伝えており、新聞にも同様の記事が掲載されていることや、この朝廷が東部皇帝を擁立し、元語を体制と改め、政府の夫人を定めた名簿が資料として残っている。菊池要塞資料、八塚家資料、日光や資料、鶴ヶ島、旧仙台藩市資料がそれであり、これらを藤井徳幸は、 東北朝廷閣僚名簿と表している。藤井はこれらを踏まえ、東北朝廷の存在はほぼ確定的になったと主張した。このほか星良一、小田部雄二なども東北朝廷説を支持している。独自言語としての体制は、八須掛資料と、京五魂香る資料には即位は6月15日、8月3日とある部分でこの時すでに、 大政と改言されているかのように読めるが、菊池要塞資料では6月16日に大政と改言したとある。また、各王院議官の日記には、林王寺宮を天皇に儀するような表現がたびたび使われており、藤井徳行など、東北朝廷説論者が根拠とする子もあるが、藤井自身も認めるように、議官の日記には、宮見方など神皇に対する用語が併用されていた。一方で、 石井隆佐々木勝、工藤武氏は、現実性を持たない、構想のみのものであったと批判している。林王寺宮は、列藩会議出席に先立つ7月5日には、近城皇帝玉体洗霊を祈る祈祷も行っており、7月9日に、秋田藩、7月10日には、仙台藩に対し、洋君のため、久し海峡枠な、殺族を除くとした、林王寺風領事を下している。 さらに七月十日には、同座について説明し、殺族を除くために、林王寺宮が決起したという布告文が、抗議府から出されている。この布告文には目的を達成した後林王寺宮が、東栄山、関栄寺に礼とされた上、南北朝の故事を、不快して、宮様のご真意を、弁へす、不毛の説な参考とを恐れると説明されている。石井隆氏は、この布告文から、 東北朝廷の存在は成り立たないとしている。工藤武氏は、即位や改元が実際には行われておらず、減続した様子も見られないと指摘している。また、東北朝廷の存在を示す、東北朝廷閣僚名簿の諸資料は、作成された経緯が不明確であると指摘されている。9月15日、仙台藩は新政府軍に降伏し、抗原入道新王も仙台藩からの連絡を、 受け取り18日に幸福文を大内伊平方口総督史上高歌へ提出10月12日には選択院を出発して途中の江戸で官軍に御葬れ11月19日に京都に到着そこで実居を申し付けられ実家の伏見の宮家へ預けられたさらに任工天皇勇士と親王の身分を解かれる処分も受けた明治2年 1869年9月4日に処分を解かれ、伏見宮に復帰し、終身録300国を賜った。この頃は、陽明の伏見三宮で呼ばれた。明治3年、1870年10月10日に、たる人新能との同居を命じられ、うるう10月28日には、大上官に対して、イギリスへの海外留学を願い出ている。 11月4日には宮号を称することが認められ、吉久の意味名に戻った。12月にプロイセン、後のドイツ帝国留学に出発した。留学中の明治5年、1872年3月、創生した弟の北白川の宮ともな成親王の遺言により北白川宮家を相続した。ドイツではドイツ語を習得、ドイツ軍で訓練を受けた後に、 陸軍大学校で軍事を学習した。明治7年、1874年9月25日には、陸軍少佐に任官している。ところが、明治9年、1876年12月に、ドイツの貴族の未亡人ベルタ、ブレドーバーゲニッツ男爵の娘、テッタウ男爵の家父と婚約、翌明治10年、1877年4月に、明治政府に対し結婚の許可をし出るが、 政府は難色を示し帰国を命じる。帰国直前に、吉久新王は、自らの婚約を、ドイツの新聞等に発表したため問題となったが、結局7月2日に、インド洋経由で、日本に帰国し、岩倉智美らの説得で婚約を吐き、7月26日から、京都で、また禁止することになる。3ヶ月後に禁慎解除された後は、陸軍で職務に励み、 明治11年、1878年8月26日に、任工天皇の勇士であることと、新能医に復帰、明治17年、1884年に、陸軍少将,将、さらに明治25年、1892年に、中将に昇進している。また、ドイツ学協会の初代総裁となり、後に、ドイツ学協会学校設立に尽力した。同年4月、 創設された大日本農会の初代総裁となった。明治26年、1893年11月10日に、第四師団長となる。明治28年、1895年、日清戦争によって、日本に活上された台湾政党この絵師団長として、出生、木の戸羊戦争。ところが現地で、マラリアにかかり、10月28日、 台湾前土平定直前に台南にて皇居。しかし、それが秘匿されたまま遺体は日本に運ばれ、陸軍大将に昇進が発表された後に皇居が告示されて国葬に付された。皇族としては、初めての外地における殉職者となったため、豊島岡墓地に葬られた。国葬時より、神社放祭の世論が沸き起こり、台北に台湾神宮、台湾神社、終焉の地には、 台南神社が創建された。また後に台湾各地に創建された神社のほとんどで主催が見とされたが、敗戦後にこれら吉久神皇を祀った六十の神社はすべて破却されたため、現在は安国神社にて祀られている。戦後の昭和32年、1957年10月4日に筑波藤丸宮寺、当時の式により合祀される。昭和34年、 1959年に、孫の北白川の宮永久王もごし、台湾内栗県にある通り、大空神社は、天寺テ大臣と、北白川の宮義久神皇を祀っている。神王家の諸子として生まれ、幼くして、遠,遠く離れた江戸の地で僧侶として過ごし、一時は、朝敵の名手となって、欧州の地を転々とし、後には、陸軍軍人として、 台湾平定の英雄とされ、異国の地で、不運の死を遂げたことで、日本穂高に例えられた。吉久親王は、1877年に、ベルリンで、ドイツ貴族のベルタ・ホンテッタウ、バーサ・ホンテッタウ男爵夫人と結婚したが日本で認められず、明治11年、1878年に、旧都左藩15代藩主、山内陽道の女、講子と結婚した。 七年後公私費の病気を理由に離婚、その翌年に、伯爵、伊達宗則の次女、富子を一旦公爵、島津久光の養女とした上で公室に迎えている。この風刺費との間に設けた第三王子の生、久仕様が北白川の宮を継承した。新王はこの他にも家女房や、外目掛けなど、計五名の側室に、都合十人の諸子を生ませており、 そのうちの八人が成人している。第四王子の照久王は、親戚降下して、皇爵、小松照久となった。親王の皇居後にその皇院と認定された、伊豆の義行とム尾の正雄もそれ以後は、北白川の宮家に引き取られ、他の子と同様に、養育されたが、この両名は、皇族の王としてではなく、当初から、家族の伯爵として処遇されている。 第四王子の照久王は、おじの正松宮昭人親王が、幼少の頃より我が子同然に可愛がっており、親王たっての願いにより小松宮の祭祀の継承と、財産の相続が認められた。これにより、明治四十三年、1910年に照久王が親戚降下した際には、異例の降爵に女子と共に新たに、小松の加盟が可視された。詳細は、小松宮。 秋人新郎公を参照。と、吉久新郎の不慮の皇居後、その外目かけだった猿橋金と、前派員がそれぞれ所生の吉行と正雄が、新郎の行員だと名乗り出てきた。そこで、宮内省が入念な調査を行ったところ、果たして両名とも確かに新郎の逸尾と、無津であり、新郎も生前その事実を把握していたことが、判明した。しかし親王はすでに奇跡にあり、 この両名を認知する旨を記した遺言書もなかったことか、彼らを法的には、親王の子として認知することはできず、従って、皇族の一員として王となすこともできなかった。一般の親民であれば、父親の死後でも、その子が原告として検察官を相手取る方で、強制認知の形成を提起する民事訴訟に持ち込むこともできたが、皇室天板には、 こうした事態を想定した条文はなく対応する手段を書いたのである。それでも、北白川の三宅では他の書士と同様に富子妃がこの両名を引き取って養育することにした。そこで平民の子供が三宅の一員として生活するという不都合を回避するため、翌明治三十年、1897年明治。 天皇は友情によりまだ満八歳と満七歳のこの両名を特に家族に列して白爵に助すとともに、それぞれに新たに二らと上野の仮名を貸しした。当時は皇族の内気により原則として三宅に生まれた王は、その三宅の軽子となるか、あるいは王女と結婚することで天皇を飲むことして、新たに一の三宅を創始することができない限り、成人に達した後に、 親戚高下し家族に列して、一家を起こすことになっていたが、この両名も王に順じるということで、実質的にこの内気を前倒しにして適用したものと考えることができる。なお二ら吉行は病弱でこうなさぬまま二十一歳で、即居したが、生前からの立っての願いを入れてその後目には、吉行の異母妹である。 ヒロムシ女王、富子妃の実定に当たる伊達宗ねの,の旧男、義則に目合わせ、この二人を夫婦養子に迎える形で、二人白爵家を継がせているが、そこには義行が幼い頃の自身を受け入れてくれた、北白川の宮家や着母として、親身に子育てをしてくれた、富子妃に対して、最後ま大変気を使っていた様子が見て取れる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。